いい食事の時しっかり噛むことは最も重要なことであるしっかり噛むためには健康な歯と顎そして十分な唾液が必要である食物を食べる時よく咀嚼することすなわちよく噛む習慣は絶対に怠ってはいけない重要事項ですこのことはマクロビオティックと森下式のがん治療食では特に強調されています アメリカではよく噛むことで健康になるというフレッチャーイズムという有名な健康運動がありますアメリカの大富豪フレッチャーは40代で肥満と慢性疾患に悩まされていました彼は菌に糸目をつけず名医を訪ね歩いて抗菌薬を求めましたが肥満も病気も全く治りませんでしたそんな時ある人から 徹底的に噛んで食べなさいという忠告を受けそれを真面目に実行してみたところ体重は減少して完全に普通となり慢性病も完治してしまいました彼は一口600から800回も噛んだと言われています食事の好みも肉食から穀物や野菜に変化しましたその後フレッチャーは 血の経験を講演して回り健康運動までに広げたのです。徳川家康の健康重君の第一君は一口48回噛むと教えており昔から賢人は噛むことの重要性を認識していたのです。どのような食物を食べる時も最低100回は噛んで口の中でドロドロにしてください。このことががん治療への第一歩です。 まさに幸せの青い鳥は身近にあるのです。茶碗一1杯の玄米も1個のリンゴもしっかり噛んで食べればどのような抗菌薬にも勝るとも劣らない健康増進の効果があります。よく噛むとその分だけ食欲中枢が刺激され必然的に食事摂取量も減少します。よく噛んで唾液でしっかり食物を消化するためには。 食事ををししながら多くの水分を取るここととはは好ままいことではありません。食事中の過剰な水分摂取は控えるべきです。同様にお茶漬けや汁物やおかゆの丸飲みもよくありません。朝、かゆをよくたる奈良県は胃がんの多発県となっています。汁物やおかゆも口の中である程度咀嚼してから飲み込むような気持ちで食べることが必要です。 噛むためには健康な歯と顎が必要ですまた逆に自然の生きている食物をよく噛んで食べる習慣が歯と顎をより健康にするのですがんを治そうと思ったら歯の悪い人はおかしな健康食品に飛びつくよりしっかりした歯科医にかかって歯を治療することの方が大切ですやたらに抜歯する歯科医は感心しません 最近の歯科医学ではなるべく歯を保存的に治療する方法が主流となってきました。歯以外にも歯の土台となる歯肉と歯肉を支えている顎の健康も大切です。歯肉は歯槽膿漏という歯周病に侵されやすく歯並びが悪い人は顎関節がずれやすくなります。顎関節が少しでもずれると肩こりや頭痛や歯ぎしりを。 はじめ全身的な症状を起こすことが知られています歯の悪い人はがんにもかかりやすくなります歯の悪い人はがん以外に肥満老人ぼけ口臭などにかかりやすいことは広く知られています虫歯槽膿漏顎のずれ等の原因として柔らかい歯ごたえのない消化のよすぎる食物がその原因とされていますよく噛むと 唾液がよく分泌されてきます。唾液は東洋医学では椎液と呼ばれ非常に重要な体液とされています最近は唾液中の酵素が発がん物質を中和する現象が証明されていますまた唾液の多い人は虫歯にもかかりにくいことが証明されています食後に舌で早口の中をなめ回すと 唾液中の分解酵素により虫歯の原因となる食物カスが除かれ有効な虫歯予防となりますしかし唾液の中にパロチンというホルモンが含まれているという話はインチキの作り話ですこれは某東大教授が言い出した説でそのボス的教授が死んでから医学の教科書からやっと削除されました,専門家たちはみんな パロチンの話ししが嘘だと分かっていても、ボスがうるさいので、長い愛大学の教科書に載せていました。このために、不勉強な人の書いた健康に関する本を読むと、いまだに、パロチンはよく出てきます。歯と顎の健康のためには、信頼できる歯科医での虫歯と歯槽脳漏の定期的チェックが必要です。歯並びの悪い人は、その治療も必要です。 もちろん朝晩の歯磨き食後の歯磨きも必要です夏に冷たい氷水やビールをがぶ飲みするのはとても気分のいいことですが冷たい飲食物を急に体に入れるのはよくありませんあまりに冷たいものを急に食べたり飲んだりすると頭が痛くなるのは神経に悪い作用があることを示しています病気の人は夏だからといって 冷蔵庫で冷やしたものばかりを食べたり飲んだりするのは避けるべきです。逆にあまりに熱い食物を急に飲んだり食べたりするのもよくありません。口や食道がやけどしそれ自体ががんの原因になります。冬はできるだけ温かいものを食べ体を冷やさないようにするのはいいことですがふうふう吹かないと冷めず。 口の中がやけどしそうな熱いものをたくさん食べることは逆効果です。よく噛めばこのようなことも自然になくなるはずです。飲み物でも少し口の中でためておき、しっかり味わうようにしてから飲み込むのがいいでしょう。F 食事回数は1日2回とし、朝食は抜く。食事量は腹8分目とし、過食は厳禁とする。夕食後半日は。 飲み物以外は口に入れない。人類は遠い昔から飢餓に悩まされてきました食物がいつでも十分満たされる状態になり食べるのに困らなくなったのは最近のことでしかも一握りの先進国だけです発展途上国では今でも飢えている人の方が多く世界的な視野から見れば現代でも飢えている人の方が圧倒的に多いのです ですから、いつ来たるか予知できない食料不足に備えるために、人間は本能的に多く食べるように習慣つけられています。このため、普通に食べていると、どうしても過食になりがちです。時には食うや食わずで、たくましく生き抜いた祖先を思い出して、断食してみるのも、健康を取り戻す方法としては有効です。過食は、内臓に負担をかけ、 さらに、肥満の原因となり、生活習慣病の第一の原因となっています。現代栄養学では、1日の必要なカロリーを約2000カロリーとしていますが、これは多すぎる数字です。肉体労働者でなければ、1200から1600カロリーが適当な量です。ネズミや猿を使った動物実験では、 高カロリー食の群と低カロリー食の群で比較すると低カロリー食群の動物の方が長生きすることが証明されています森下式でも高田式でも消食を進めています昔から腹八分目に医者いらずと言いますこれは消食より過食の害の方が多いことを示しています昔から日本では食事量の目安として ご飯と一一切と一一でした。このような食事が健康にいいことを日本人の先祖はよく知っていたと言えますがんを治療する場合は朝はお茶くらいの飲み物を取り昼と夜を同 g の量で食べるのが原則としてください朝は原則として排泄の時間となります食べる量は自分の食欲の範囲内で もう少し食べようかという程度のところで中止するのが原則となります。食べたいと思う量の約3分の2程度が良い目安です。食欲がないのに無理に食べることはよくありません。また、夕食から12時間くらい、すなわち半日は、お茶や水分以外は口にしないのが原則です。これは内臓を休ませるためです。がん治療食は、 初めのうちは、まずくて食べられないかもしれません。しかしこれは現代の砂糖塩強い香辛料で味付けされすぎた食品の過剰摂取による味覚の変調が原因です性の新鮮な食品をゆっくり噛んでいると素晴らしい味があるのが実感できるはずです少食にするとすぐ空腹になります空腹こそ最高の調味料です 若い頃苦労して晩年成功した人に聞くと今はいつも高級レストランで食事をしているが実は若い頃に腹をすかして食べた大衆食堂の飯が一番うまかったという話をよく聞きます空腹でゆっくり噛んで食べれば食品の持つ素晴らしい味を再発見できると思います高座式では断食を進めていますが胃腸が悪い人は しっかりとした指導者の下に行わないと危険を伴います。